三井圭介で、埼玉県出身です。僕は、この学校を卒業しようと思ってて、なぜかっていうと、そのニュージーランドの教育が、とてもいい、かなり上位の方だったので、ここの学校で卒業しようかなということを決めました。僕のお母さんが英語の教師で、彼女もその留学をしてたことがあってですね、それで僕も留学をしてみたらどうだいって言われて、それで僕ももともとそういう英語が好きだったり興味があったりしたんで、行くことにしました。アオテアカレッジは、とても、面白い学校で、結構スポーツが盛んだったりラグビーが盛んだったりします。でアオテアカレッジがある、ポリルアっていう地域なんですけど、とても海が近かったりとか、そのシティのウェリントンが近かったりとかして、素晴らしい、住むにもいいし行くのにも便利な、ところになってます。なんですけど、その特に先生が好きで、彼女はとてもフレンドリーに接してくれて、あと友達もたくさん、分かんなかったら質問してもいいよって言ってくれてるんで、とても助かってます。それで、結構感じたのが、ここの人たちはすごい体力があったり体が大きかったりしてですね、とてもかなわないっていうか、そのものがあって、そのトレーニングもかなりハードで、あとは毎週のように試合があることですかね。それが結構ニュージーランドと日本の違いだと思います。ニュージーランドの人々はとてもフレンドリーなんで、もし何かスポーツだったりとか部活動入ってみると、たくさん友達ができて、学校の生活とても楽しくなると思います。多分皆さんが初めて来た時はとても緊張したりとか、余裕がなかったりすると思うんですけど、この学校の人たちとかは、生徒たちもみんな、フレンドリーなんで、多分皆さんがリラックスできる環境になると思います。ニュージーランドと、アオテアカレッジはとても、住みやすい、過ごしやすい環境になってて、皆さん最初にニュージーランドとか、別の国に来た時はとても緊張するかもしれないんですが、ここの学校とで過ごしていればだんだん慣れていって、結構早いうちに慣れて友達も作ることも簡単になるんじゃないのかなと思います。